AI と心理学を組み合わせた全国で初めてとなる特殊詐欺対策の研究が尼崎市などで作るチームで進められていて今月、研究の進捗状況が発表されました。 尼崎市と東洋大学・富士通は特殊詐欺被害の未然防止に向けて全国で初めてとなる AI 技術と犯罪心理学を組み合わせた共同研究を行っています今年3月には尼崎市在住の高齢者20人を対象に詐欺の電話を受けた際の反応を調べる実証実験が行われ その結果、心拍数や呼吸数など合わせて11の要素で心理状態を数値化できることが確認されました年齢が高く疑いやすい人ほど緊張や混乱しやすい傾向にあったということですこの日は実証実験で得たデータをもとに AI が緊張度合いを判断し心理状態をモニタリングできる機器のデモンストレーションが行われ 実際に呼吸の乱れを測定するなどして、研究の進捗状況が発表されました社会的な弱者であるそのお年寄りの方々が今、大変な被害に遭っているわけですね、そういった被害をまず根絶する、そして、まあ、若い人もお年寄りの方も、みんななんていうか、明るく過ごせるような社会ができればというふうに思っております。 研究チームは今後も実証実験を重ねて防犯機器の開発など実用化を目指したいとしています。